日本には世界に誇れる名将がいました。彼はインドネシアを解放し独立を支え10万人の将兵を守った名将。敵国と占領地のためにも敬意を払い真の武士道精神を持った男。その男の名前は今村仁陸軍大将。今回は彼の真偽と責任を重んじ愛に満ちた物語を紹介します。軍を抜いた優秀さで陸軍将校の道へ。1886年今村は宮城県仙台市で誕生します。中学を首席で卒業。母は陸軍将校の娘であり陸軍士官学校への進学を推薦していました。19歳の時に青山の陸軍練兵場で開催されていた明治天皇による天皇閲兵式を見学しました。そこで明治天皇の姿を見ようと天皇の馬車に大勢が詰め寄る様子を見て何か熱く感激した今村は国のため軍人として生きることを決意します。自宅に帰るその足で郵便局により陸軍士官学校を受験する強い意志の胸の電報を母に打ち教理の連体区で試験を受け合格。陸軍士官学校陸軍大学校と進み今村は陸軍大学校第27期を首席で卒業。恩師の軍刀を賜りました。同級生には本間正春や東条英機がいたことを考えるとそうそうたるメンバーの中で抜きん出た成績を収めたことがわかります。司令官となり乱印作戦成功。敵も現地民も敬う人間性。時は流れ今村は満州事変や日中戦争を経験し1941年6月第23軍司令官を拝命。そして11月に第16軍の司令官となります。1941年12月に大東亜戦争が開戦。大日本帝国軍は南方作戦を展開します。南方作戦の目的は香港、マニラ、シンガポールの重要軍事拠点を覆滅し東アジアにおける米英勢力を一掃するとともに国力造成上の見地からスマトラ、ジャワ、ボルネオ、セレベスおよびマレーなど重要資源地帯を攻略確保するものでありました。これにはアメリカが対日石油輸出を禁止したため石油などの資源不足が問題となり資源の確保が重要となったことが背景にあります。日本軍はフランス領インドシナを制圧しさらに南下してオランダ領東インドの島々を支配下に収めようとしました。今村は南方作戦の中で H 作戦と呼ばれたオランダ領東インドを攻略する乱印作戦を指揮しました。オランダ領東インドとは現在のインドネシアにあたります。今村率いる第16軍はオランダ領東インド攻略作戦を立て進攻を開始。タラカン、メナド、バリクパパン、ケンダリー、パンジェルマシン、マカッサル、アンボン、ポレンバン、バリ、ティモールと攻略を続けていきついに最終目標のジャワ島に迫りました。そして1942年わずか4ヶ月でオランダ軍を降伏させジャワ島を占領します。今村は約4万の兵を率いてジャワに上陸しました。オランダ軍司令官との停戦交渉の際高圧的な姿勢を示すことなく礼を尽くした話し合いを行いました。武力を誇示する入場式も行わず降伏したオランダ軍将校がサーベルを帯びることも認めます。今村がインドネシアでの軍政を始めた時に後のインドネシア初代大統領となる独立運動の指導者スカルノがオランダの弾圧を受けてスマトラの監獄に収容されていました。今村は現地民からスカルノを牢獄から救出してほしいとの多数の嘆願書を受けます。そこでオランダにより収監されていたインドネシア独立運動家たちを釈放しました。政治犯として刑務所にいたスカルノに対して今村は次のように語って出獄させたと言われています。日本軍に協力しなくても結構。あなたの政治的信念に従って行動してください。
今村は占領地であるインドネシアの歴史、民族の誇りをおろそかに扱うことはありませんでした。敵味方の区別なく寛容を主とする軍政の実行を指示します。それは自身が起案した陸軍の心得をまとめた先陣訓に、皇軍の本義に鑑み、神女の心よく婿の住民を愛護すべしと記した内容に即したものでした。今村の統治は現地民からは支持歓迎されましたが、一部の陸軍上層部に対して怒りを買うことになります。陸軍上層部には占領地に武威を示すべきだと考える者が少なからずいたからです。今村の寛大な軍政は甘すぎると陸軍中央で問題視されますが、彼の姿勢は揺らぐことはありませんでした。今村は現地民を敬う統治を行い続けました。また各種の政策を行い、インドネシアの独立運動を支援しました。石油精製施設を復旧させ、石油価格をオランダ統治時代の半額としました。石油が安く買えるようになり、現地民は喜んだそうです。学校を建設したり、日本軍兵士に対し略奪などの不法行為を厳禁とし、治安の維持に努めるなど、現地民をいたわり続けました。またオランダ統治下で歌うことが禁じられていた独立歌インドネシアラヤがジャワ島で盛んに歌われていることを知った今村は、そのレコードを作らせて住民に配り、現地民を喜ばせました。今村による軍政の基本指針は家族同胞主義であり、徹底した融和政策を取ることを部下に指示していました。日本軍はジャワを占領しているが、住民たちの誇りまで奪うことは決してやってはいけないというのが今村の主義でした。今村はこの姿勢を徹底していました。日本政府は日本で医療が不足して配給制となった時に、ジャワで生産される白木綿を大量輸入するように指示してきたことがありました。しかし白木綿を取り上げたら、現地民の日常生活が圧迫され、さらに死者を白木綿で包んで埋葬する現地民の宗教心まで傷つける可能性がありました。そこで今村は日本政府の要求を拒んだのです。今村の融和的な方針は統治の実情を調査されることになりました。実情を調査しに来た政府高官らは、原住民は日本人に親しみを寄せ、オランダ人は敵対を断念している、治安状況、産業の復興、軍事物資の調達においてジャワの成果がずば抜けて良いなどと報告し、今村によるジャワの軍政は称賛されました。しかし陸軍中央の今村の軍政に対する批判は根強く、厳しい統治を求められますが、自ら起案した先陣訓、それに反するものに屈することは私の良心が耐えられるところではないと話をし、抵抗し続けました。上層部の考えもあってか、今村のジャワでの軍政は1年で終わります。彼は激戦が予想されていたソロモン諸島方面を担当する第8方面軍の司令官に就任し、ラバウルに転任します。ジャワからラバウルへの移動は陸軍中央に睨まれたことによる左遷ではないかとも言われました。10万人の兵士を守った今村、難攻不落ラバウルの要塞。太平洋に浮かぶニューブリテン島北端の町ラバウルは、日本から南へ5000キロのところにあります。1942年の1月にオーストラリア軍とイギリス軍との戦闘の末、日本軍が占領統治した地です。戦争初期には良好な船の停泊地や飛行場があり、陸海軍合わせて9万人以上の大軍が配置されていたラバウルですが、戦況が悪化し、大東亜戦争末期のラバウルにはすでに満足な飛行場も艦船もなく、連合軍の空爆は連日続けられ、疲弊している状態でした。今村は部下に対して次のように語りかけました。1944年の春のことです。日本軍は今一時的に戦力を失っているに過ぎない。必ず反攻してくる。日本軍が反撃してくるまでラバウルで生き延びて戦おう。
今村は部下たちを鼓舞し、総員を戦力化する軍事訓練に加えて、島全体を要塞化するための地下工事を進めていきます。堀の入り口には爆撃の衝撃を弱めるために土のうの障壁を配置し、壕内には入り口間近での爆発の爆風を防ぐための障壁を設け、壕内部を爆撃から守りました。そして幅 1.5m、高さ 2.1m の洞窟を作り上げます。この洞窟は全長が実に 370km にも及ぶ、まさに地下要塞と呼べるものでした。 370km は東京から岐阜県大垣までの距離に匹敵します。この巨大地下要塞は400機以上の空襲にも耐えられるものとなりました。さらに5000人以上収容可能な病院や発電設備、通信施設、兵器弾薬の生産工場まであり、戦艦に搭載されるような大型の15センチ砲までもが地下に格納され、レールで移動可能にしていました。1945年に入ってから猛烈な爆撃が続き、反撃もできない状況が続きましたが、今村は将兵たちを鼓舞し続け、将兵たちは一致団結していきます。常に部下たちに寄り添い続けたのです。今村は連合艦隊司令長官の山本五十六とも親交があり、戦局について話す中でこの地域の戦局を分析します。分析した結果、今村はいずれ米海軍により補給路が断たれ、日本からの補給は途絶えると考え、自給自足の持久戦となると予想しました。そしてラバウル基地のあるニューブリテン島が決戦場になると考え、現地での食料増産に乗り出します。来たるべき決戦に向けて、10万人の兵士たちに1人200坪の畑を耕して、鶏を1人10羽飼うことを推奨しました。今村は日本から野菜や畑でも栽培できる稲の種を持ち込み、ジャングルを焼き払って栽培を開始し、自ら率先して鍬を振るい畑を耕しました。この行動でも部下と共に生き、リーダーとして部隊を牽引する人柄が垣間見えます。巨大な地下要塞と自給自足の体制が整ったことで、兵士たちはこれで100年は戦えると口にしていたそうです。島中に張り巡らされた要塞陣地を攻略するには多大な犠牲が発生すると米軍は予想し、攻略困難と判断。ついにラバウル攻略を断念しました。今村の作戦が10万人の兵士たちを守ることとなったのです。今村は戦闘地帯へ必要な物資や兵員を配置すること、すなわち兵站を重視していました。日本軍が行った戦争で問題となったのは兵站の軽視です。典型的な例はガダルカナル島の防衛戦やインパール作戦でしょう。日本兵は武器弾薬はもとより食料さえも不足し、敵と戦う以前に飢餓と戦うことになりました。その結果、多くの将兵を飢えと病気で失ってしまいました。しかし今村が指揮したラバウルでは、補給を断たれて孤立しても餓死者を出すことなく頑強に守り抜きました。今村は勝ち目のない戦闘で部下の命を失うことほど大きな犯罪はないという信念を持っていました。精神主義が全てに勝っていた陸軍において、今村は兵の無駄死にを固く戒め、合理的な作戦指導を貫きました。階級を超えて部下たちに気さくに声をかけ、それが多くの将兵に親近感を抱かせたと言われています。漫画家の水木しげるさんは、兵役でラバウルにいた際に視察に来た今村から声をかけられたことがあるそうです。その時の印象について水木さんは、私の会った人の中で一番温かさを感じる人だったと語っています。兵站を整備し、兵士を無駄に死なせない、部下の命を重んじた行動を今村は実行しました。そして兵士を玉砕させることも飢えさせることもなく、敗戦まで持ちこたえたことは称賛されるべきことでしょう。今村のラバウルにおける生活は3年半に及び、1945年8月16日、今村は終戦の知らせを電報で受け取り、部隊長ら約60人に読んで聞かせました。終戦を知らされた夜、
青年将校らが決起を図る事件がありました。これに対して今村は青年将校たちを慰め諭して帰国して国の復興に役立つように語りかけたと言われています。また今村は次のような訓示を発します。ラバウルの将兵は今後も現地で自給自足の生活を続け、将来日本が賠償すべき金額をわずかでも軽減することを目指す我々の外地における最後のご奉公である。今村の訓示に従いラバウルの日本軍兵士たちは敗戦を知った後も規律正しく生活を送っていきました。ここまで今村の戦時中での活躍をお話してきましたが、彼の足跡の一端に過ぎません。彼が真の名将と語られる理由、それは戦後の身の振り方にあります。マッカーサーも震えた今村大将、真の武士道。日本の敗戦後、インドネシアにはオランダが再び侵攻してきました。1948年、オランダの軍事裁判を受けるため今村はラバウルからジャワへと送還されました。今村が刑務所に収監された翌日、1000人を超えるインドネシア囚人たちの八重潮の大合唱が刑務所を包んだと言われています。八重潮とは今村自身が憲章を募集した日本人とインドネシア人が双方の国語で一緒に歌う曲でした。インドネシアの囚人たちはかつてオランダからの解放の立役者となった今村を八重潮の合唱で歓迎したのでした。今村がオランダ軍から裁判を受けている時、かつて今村が軍政を敷いたインドネシア住民たちが除名嘆願運動を行いました。この運動の中心となったのは今村が解放したスカルノでした。スカルノは今村が死刑判決を受けた場合の救出作戦まで考えていたと言われています。これを聞いた今村はその申し出に感謝しつつ堂々と刑を受けると答えて救出を断ったのです。今村はオーストラリア軍の収容所に入ると同軍に交渉して将兵たちに役立つ技術や経済の講座を開き学べるようにしました。帰国後も生計を立て祖国の復興に役立つ社会人になるには兵士たちの知識教養面の低さが障害になると考えたからです。兵士たちの多くは小学校卒であり、とりあえず中学校卒業程度の知識を身につけることを目標にしました。そこで教職経験者を集め英語や数学などの教師とし、教科書も作成させます。和歌や俳句などの教養講座も設けました。また鏡という雑誌を発行し、兵士の創作した小説や和歌、俳句、世界情勢解説や英語講座などを掲載させます。収容所の中でも部下の社会復帰まで考え行動する姿を部下たちはどう感じていたことでしょうか。一方その頃、連合国は日本軍の召喚への戦争犯罪裁判を急速に進めていました。オランダ軍事裁判では今村に死刑が求刑されましたが、証拠不十分で無罪。住民も今村を慕っており、これに反対しました。オーストラリア軍事裁判で禁錮10年の刑に処され、1949年に東京の巣鴨プリズンに収容されます。そこで今村は部下たちがニューギニアのマヌス島刑務所に収容されていることを知ります。マヌス島刑務所は劣悪な環境でした。マヌス島は赤道直下に位置する酷暑炎熱の小さな島で、重労働と粗食、不衛生な環境のため病人が続出していました。部下たちを見捨てて自分だけが東京でのうのうと服役するわけにはいかない、マヌス島で服役したい。今村はそう主張し、マヌス島に自ら望んで移ります。1950年2月、今村は横浜からマヌス島へ送られます。すでに年齢は63歳になっていました。マヌス島にいる今村の部下たちは戻ってきた司令官の姿に驚き涙を流したと言われています。生きて内地に帰還した指揮官が部下たちと収容されるために南の島の劣悪な環境の刑務所に自ら望んで戻ってくる、
これを実際に実行した指揮官がどれほどいたでしょうか。 GHQ 司令官のマッカーサーは日本に来て以来初めて真の武士道に触れた思いだったと語ったそうです。今村は部下が冤罪の疑いをかけられると進んで弁護し、虐待には抗議し、積極的に司令官としての仕事を果たしました。彼は戦犯裁判は戦闘であり作戦だ、勝たねばならぬと言って少しでも被告の有利になるように知恵を絞ります。自らの意思で戦犯収容所に入った今村は部下一人一人の話に耳を傾けます。無実だと思えば裁判で堂々と証言台に立ちました。彼は自らの戦犯裁判では、我が将兵に罪はない、将兵を罰せず我を罰せよと主張しています。1953年、マヌストー刑務所閉鎖に伴い、今村は再び巣鴨プリズンに移ります。今村が刑期を終えて出所したのは1954年11月のことでした。そこから今村は自宅の庭に3畳半ほどの謹慎所を建て、亡くなるまで十数年間のほとんどをそこで過ごします。そして生涯戦死者の冥福を祈り続けました。また今村は軍人恩給だけの質素な生活を続ける傍らで回顧録を執筆します。今村仁回顧録を出版し、その印税すべてを戦死者や戦犯軽死者の遺族のために使います。そして1968年10月4日に死去しました。享年82歳でした。軍人としての今村の人生は真偽そして責任とは何かを問い続けるものでした。私は彼の生き方を感じ、素直に尊敬したとともに、このような方の下で働く部下たちは恵まれていたなと感じています。今村は聖書や鎌倉時代後期の仏教書歎異抄を愛読していたと言われています。彼の言動にはそこからもたらされた宗教観や死生観が反映されていたのでしょう。今回は軍人、日本人として誇りを持ち、さまざまな人たちの誇りを尊重し支援し続けた素晴らしい軍人、今村仁を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。